今回は戦国時代の日本人の奴隷化について解説していきます。奴隷というとヨーロッパ人がアフリカ大陸から黒人を連行して働かせているイメージを持っている方は多いのではないでしょうか。確かに歴史の授業で習うようにそれは事実であり、現代にも尾を引くような根深い問題になっています。しかし奴隷は黒人だけではなく日本人も奴隷化されていた事実があるんです。時は戦国時代、1549年にフランシスコ・ザビエルが日本にやってきました。彼の来日を皮切りに日本に徐々にキリスト教が広まっていきます。フランシスコ・ザビエルの後を継ぐように日本で布教活動を行っていたポルトガル人宣教師ルイス・フロイスは信長にキリスト教の布教を許されます。キリスト教の布教を認める代わりにヨーロッパの珍しいもの、技術を獲得し国力を強めようとしたのです。信長はヨーロッパから鉄砲や火薬、さらには中国産の生糸などを輸入しました。ここで得た鉄砲は信長の軍事力を大きく高めましたね。1575年に信長は長篠の戦いで武田勝頼と戦いました。鉄砲を巧みに使用することによって戦国時代屈指の実力者武田氏を撃破したんです。話はそれましたが、こういったものを手に入れるというメリットが信長にはあったのでキリスト教の布教を許可したんですよね。これがきっかけで京都や九州の西部を中心にキリスト教は急拡大していくんです。1582年までにキリシタンは15万人にも達したと言われています。キリスト教を保護した織田信長ですが、彼はこの後本能寺の変で命を落とします。彼の後を受け継いだのは豊臣秀吉でした。キリスト教の保護政策はそのまま秀吉に受け継がれることになります。しかし日本とポルトガルの侵攻が深まるにつれて非人道的ともいえる事態がさらに横行していくことになるんです。1555年の記録によるとポルトガル人は多数の日本人の少女を買い取って性的な目的でポルトガルに連れて帰ったというのです。当時のポルトガルにおいては有色人種の交易はすでに当たり前になっていました。実際1452年にローマ教皇は有色人種の奴隷化を承認している歴史的事実があるんです。なぜローマ教皇は承認したかというと、結局奴隷になれば同時にキリスト教徒になるのだから、その奴隷も神に救われるという教義を持ち出したんですね。実際そういう崇高な使命感や思いやりによって奴隷化が進められたのではなくて、安い労働力を簡単に得ることができるから奴隷は貴重なものとなっていたんです。日本人もそのターゲットになっていたんですね。そして貧しい日本人は貧しい日本人で、同胞をポルトガル人に売買していたんです。このひどい事実を秀吉が知ることになったのは九州平定の時でした。当時の九州の覇者である島津氏との戦いの時です。島津氏を圧倒した秀吉は戦後博多に立ち寄った時、家来の大村優子から日本人の奴隷の報告を受けます。南蛮船に日本人が何百人も鎖をかけられ奴隷として売られているのを見た。このように秀吉に伝えるんです。もともと秀吉も低い身分の出身なので気持ちが分かったんだと思います。ポルトガル人宣教師コエリを呼び出し、なぜそんなひどいことをしているのかと問い詰めました。それは売る人がいるからだ。売られた者も神に救われるのだし、私たちはそれを受け入れているだけだと苦しい言い訳をしたんです。それだけでなく秀吉を最新鋭の軍艦に乗せて、自分はいつでも軍を動かせるからということを自慢しながら恫喝とも言えるような発言をしたんです。加えてキリシタン大名となった大村氏や有馬氏は長崎や浦上をイエズス会に寄進していました。こうしてヨーロッパはキリスト教を布教し信仰心につけ込んで領土を奪い取り、日本人を奴隷化しようとしているのか、これは侵略ではないかと判断し、バテレン追放令を出すことにしたのです。そして秀吉は連れ戻せるものは連れ戻すし、それができないものは買い戻すとも発言しています。こうして日本人も奴隷化として扱われた人々が歴史的に存在するのです。それに気づいた秀吉はこれに歯止めをかけるべくキリスト教を布教する者たちとのつながりを断ちました。秀吉のこの判断がなければ、もしかしたら日本人奴隷は拡大し、ヨーロッパの日本支配は広がっていたかもしれません。今回は日本人奴隷について解説しました。政治を行う者の判断一つで歴史は大きく変わります。当チャンネルではこういった歴史的に大切と思えるようなことも
YouTube を通して発信しますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。では別の動画でお会いしましょう。